次はゆりまさです。これは謎ですね。ゆりまさ、ゆりまさっつうのはあの摂津源氏ですよね。摂津源氏のあの傍流なんですけども、実際には馬場源氏と、あの摂津源氏の馬場氏と言われるあれなんですけども、あの摂津源氏の嫡流は忠忠が、ちょっと失速してる間に、この大内守護を、担当する、まあ、摂津源氏全体が大内守護を担当する感じだって、どっちか言うたら、あの、東北の方に、根を張ってる河内源氏に比べると、垢抜けた感じのする、そういう、源です。で、あの、頼政自身、平氏なんで、登り方より離脱していますが、これも同じ現状なぜ裏切ったとありますけども、頼政からしたら知らんわいという話を前回しましたけども、なんで俺が、5位のより、吉友に、ペコペコせんならんねんと。俺は方言の時もすでに C やったぞと、いうことで、我々はなんとなく頼朝の影響があるんで、頼朝の成功を見てるんで、なんとなく義朝とか、あの河内源氏っていうのは源氏の棟梁であるってやるんだけども、あの頼政からすると、ざけんなと。河内源氏なんか、田舎武士よりも俺の方がよっぽど上なんだという意識は多分強かったもんですね。だからまあ、二条を取られた段階で、二条が清盛のところに行った段階で、それは頼政も、二条に引っついて、のっぺり方から離脱するのは当然の動きであって、だから、実はこれ、源氏平氏という対立軸で考えすぎているんであって、頼政からすりゃ、あなたは源氏でしょうが知らんがなというのが、多分正しいところじゃないかなと思うんですよね。源氏平氏、極端に言ったら、頼政と頼朝の関係って、頼政と清盛の関係と比べて、深いか言ったら、別に同じ源氏言うても、河内源氏と摂津源氏は全然違うじゃんと、いう意識は当然とも不思議じゃないし、平治の乱なんかのあれ見てたら、当然義朝なんかよりも頼政の方が 俺が上だという意識は当然強かったはずであって、彼は、家人として八条院に使える存在でもあり、だから武力だけじゃなくて、和歌の能力としても、八条院の関係者として、存在となっていると。まあ、最晩年に清盛の推挙で異例の三位に助せられるわけであって、ずーっと、平治の乱から、もう封建の時にはもうすでに C だったわけですから、ずーっと C のまま止まってるわけであって、まあ、清盛の推挙で異例の三位に助せられた。まあ、清盛が忘れていた。それをどうと、まあ、頼政が、和歌を読んで、清盛が、あ、忘れてた言うて推挙したことになってるんですけれども、いや、そもそも頼政は三位になるタイプでは本来ない。だからまあ、清盛の推挙がなければ、彼は三位に助せられることは、基本的にはなかっただろうと、いうことも、言えるわけです。だから清盛が忘れてたというよりも、本来三位に、なるタイプではない。いわゆる軍事貴族として、近親層ですから、三位の苦行に入るタイプではない。だから、源氏の冷遇に勝ったという話、これはまあ、胸盛りばかされたの、これはもう平家物語にあるだけの話であって、まあ、平家物語は基本的に胸盛りはバカだと。だから、悪いことは全て胸盛りのせいという、空が青いのも、ポスト若いのも、電信柱が高いのも全部胸盛りのせいというような感じで書かれてますんで、もちろん、持ち人の、挙兵も、頼政の挙兵も、全て、胸盛りのせいですね。だからこれはあんまり、検討するにもあんまり値しないかなと。源氏の冷遇に勝った。要するに兵士ばっかりがでかい面をして、源氏は、諸国で没落している。こんな世界間違い取るというふうに言ったんですけども、これも、源平対立史観にとらわれすぎていて、頼政からすりゃ、いや、河内源氏が没落してるのって、頼政に言わせると多分、頼政が多分今出てきてその話、いや、あなたは源氏、河内源氏がとにかくこう、諸国に失速してる状況を見て、兵士に違ったんじゃないですかって言ったら、河内源氏、冷遇されてました、冷遇されたのそれ、自己責任でしょって多分、頼政を言うんじゃないかなと、社会的に思ってるんですけども、源氏の冷遇に勝ったっつうのは多分ない。そうなると、まあ、頼政はなぜ、もうちょっと見方したのか、これは本当に謎なんですね。で、一つ、八条院死亡者説。だから、頼政は単に手駒であって、八条院がこの持ち人にクーデターを起こさせたと。その時に八条院に仕えている頼政を、まあ、要するに彼女にとって持ちの武器、手持ちのリソースっていうのは、
まあ、平の頼盛、源頼政。ただ、この段階で頼盛は実は、治承3年の政変で、清盛の、あのフルの、ま、警戒マックスな、清盛は、まず頼盛をすでにもう潰しちゃってるんですね。頼盛は清盛に締め上げられて、完全に政治的な人たちは失っている状態、だったんで、まあ、彼女の、手駒が頼政。だから、この、持ち人頼政をつけて、反平氏クーデターを起こさせようとしたという話があります。次、高知庄助先生の説ですが、持ち人が逃げ込んだ恩成寺への攻撃。恩成寺の攻撃。この、大将が頼政やったんですね。で、清盛は、頼政が、持ち人と組んでくると全く知らずに、頼政の息子に、持ち人の捕縛を命じ、さらに逃げ込んで、恩成寺の攻撃を頼政にやらせていると。ただ、先ほどの、志賀谷に延暦寺を攻撃させるのは、これは兵士滅亡につながる、仏罰を受けさせて兵士滅亡につなげようという陰謀であるというふうに清盛は考えて切れたように、恩成寺の攻撃を命じるというのは、仏罰を、頼政に受ける、頼政はその仏罰を受けるのを回避するために、恩成寺の攻撃をせずに恩成寺にいた、持ち人にくっついちゃったという件なんですけども、まあ確かに持ち人、本来接点がなさそうな頼政が持ち人の味方をした理由として、まあそういう話ってのは分からんではないんだけども、どうなんだろうというような気がしています。じゃあ八丈院死亡左折かと言われて、まあ八丈院もしくはその周辺の、連中、例えば清盛に、ボコボコにボコられて、すっかり性的な手を失って切れている、キレキレの頼盛あたりもが吹き込んでいるとか、そう話したら面白いんだけどもどうかなとか、いやそんなに見てないですけども、ちょっとこれ現時点では私の意見としては謎ですね。これよりますが、なぜ持ち人の味方をしたのかっていうのは謎だと。これちょっと前の授業で使ったのはそのまま消してないですけども、持ち人の領事作成日が4月9日かどうかという議論があるらしくて、ちょっとこの辺、どこで言ったかちょっと忘れちゃったんですけども、もともと頼政長男中綱が奉者となっているという話なんですね、平家物語では。だからこれ4月9日に作られたとあるんですけども、要するに領事がいつできたのかというのは、これ領事がそもそもあったのかとも含めて、領事がいつ作られたのかっていうのは、これはちょっと議論になるところ、つまり頼政の長男の中綱が奉者になっている以上は、4月9日にこれ、作られていたら、かなり前から頼政と、持ち人は組んでた可能性は高くなってくるけども、そうじゃなかったら、この持ち人領事というのが4月9日の話なのか、それとも5月、要するに持ち人が追い込まれてから、5月に、まあ、恩成寺に入ってから、この領事は作成されているのか、その辺も、慎重に検討されなければならないという話やったと思います。頼政やったら清盛と親しかったんですよね。 そうですね、神にしてって頼んだぐらい、うん、うん、まあ平時並んでも対抗を受けてますし、まあ共にまあもともと清盛も八丈院とそんなにまあ、対立してる 方でもないわけだし、元来は。これ戦力的には結構な戦力を持ってるんですか？まあ、やっぱり都を代表する軍事貴族の一人でありますから、かなり力を持ってるはずですね、これ。摂津で大内守護を担当してきてるわけですから。むしろ、都で動かせる軍勢としては、例えば、平治の乱の頃の義朝よりは能力はあるんちゃいますかね。持ち人と頼政が相談して挙兵したのではない。ないという意見もあります。この辺だからちょっとよくわからないんですよね。あ、じゃあ2人が組んで立ち上がったという説もあるんですか。うん、そういう説もあります。そっちの方がむしろまだやっぱり。頼政が、持ち人の味方と組んだという話の方がやっぱり多いんちゃう。なんとなく私のイメージではなんか高庄助説がガーンと来てるんでそっちに寄っちゃうんですけども、ただやっぱりあれかな、その辺どうでしょう。
普通に考えると頼政にメリットはないんですね。そうですよ、うん、彼個人としても雪原寺としても、うん、まあ、もはや確定した平氏政権、平氏主導の下で、まあ、ある意味メンツを立ててくれてるわけですよね、うん、平穏に生きていけるはずなんだけど、だから無謀なクーデターを起こす理由っていうのは普通ないないですね、考えるわけでしょ、うん、だからなんでなのっていうのは分かんないから、さまざまな説が出てくるわけでしょ、これ、うん、私もこれは分かんなかった、吾妻鏡を見始めたから。吾妻鏡ともなかなか分かんないですね、これ。その他見ても分かんない、分かんない。ただ頼政の失脚っていうのが鎌倉幕府成立に、鎌倉政権成立に直接的に影響するってことは分かった、うん、分かんないですね、ここね。分かんないです。あと摂津源氏の統領の地位というのが、鎌倉幕府内においても後に非常に重要になってくるってことは最近ようやっとちょっと気づいた。結局あれですよね、まあ、今回ことは続けてますが、この人結局気の毒なことなのは、結局頼朝がそれを欲しがるからですよね、これ。うん、うん、ただ行き綱、うん、要するにただ源氏、結局摂津源氏の着陸でただ源氏であって、うん、厳密に言えば、うん、頼政でなく行き綱であったと、うん、ところが結局行き綱は最後義経をこう行きを討ち取って、義経をこう追おうとしたのに、頼朝は恩赦たんやどころか忠の将を取っちゃったという、うん、取り上げて追放したという、頼朝は結局忠の将、つまりこの忠の将をこう抑えてることが源氏たるゆえなんだよね、これ。あと鎌倉時代になってからも忠の将をめぐっては非常に面白い動きがありますね。ああ、なるほど、うん、だからそれはまたどっかでやりましょう。そこに安藤蓮翔も絡んでくるんですね。ああ、なんか非常にこれは大きい布石になるわけですね。うん、摂源氏、頼政、そして嫡流。ただはあれでしょ、日踊りが置いても問題になってくるわけでしょ。実は義経じゃなくてただだっていう説とかね、いろいろとあるわけありますね。摂源氏大きいですね。大きいです。孫の頼持は上級ならで殺されていて、これは謎なんですね。頼政の孫の頼持、彼上級の乱直前に後鳥羽の命令で殺されてるんですが、なぜ殺されたのかっていうのははっきりしない、うん、おそらくどっちか言ったら酒井先生とかは鎌倉幕府からの要請で殺されたんじゃないか、私もそう思います。あ、難しいのかな、摂源氏の扱いってのは、うん、酒井さんはいつの間にか能楽から政治史の方に移ったんでしょうね。やっぱり源実朝の本が大きかったかな、かなと思ったんですけど、やっぱり商売の方がいいな、はい、すみません、はい、結局頼政が何で持ち人と一緒に、全く分かりません、死んだから分からんってことなんですね。分からんっていうのが、まあ、一番確実な答えですかね。いろんな説、先ほどいろんな説、こういう説、これ戦後古い説ですけどね、この辺とか出てきてるんですけども、決定的にこれだと言えるものはちょっとやっぱり 見当たらないし、だってこんな優遇されてる人いないでしょ、ある意味ないですね。だから彼はおそらくこのまま普通にやっていけば息子たちも非常におそらく美味しい果実を身で取り出すんですよ、うん、これほど割に合わないものない。うまくいったら3位ね、息子たちは3位までいけるかもしれないし、うん、ひょっとしたら中南号までいけるかもしれないし、そうそう、いや本当にそれこれ本、うん、そういうものは全部棒に振ってでもでーわかんないんですこれ、まあ、ギャンブルに出る、それは俺なんか年齢を聞くと77やそうですね。
そうなんですよ、うん、それでちゃんと鎧着で戦うんだからすごいもんだと思う、ね、まあこれだから結局これが出てくるのは結局そういうことですね。あのこれやったらまあ要するに頼政がなんでグワー切れたか言うたら、おそらく仏伐っていうのは現在我々にこうやってはるかに強い意味を持っていたとするならば、まあ仏伐をこうむどちらにしろ滅びるんやったら、仏伐を受けない方向に行ってみようかみたいなことで、行ったら肝心の恩女のがもう出ててみたいな話やけど、まあそれうんまあ結局決めてはないです。ただ頼政つものが実際になんでこんな割りなことをしたのかっていうことを説明できたらむしろこちらかな。まあ、これも多分それを回避しようとしたんでしょうね。頼政じゃなくて八条院から命ぜられて八条院の黒八条院の関係者だった頼政では、まあ、八条院がやれ言うたらよう断れなかったというようなことなんかもしれないけども、まあ、これもちょっとよくわからないですね、うん、普通は囲むよね。うん、囲んで交渉だけど、それもしてないんだよね。うん。